やっと来たか、スサノオ。なぜかわさない。己の体を傷つけた感想は。くだらん悪趣味なやつだ。もっと強い一撃を食らわせてやろうか。悪趣味とは心外だ。私はただお前たちの掟に従って公平な戦いを挑んだだけじゃないか。貴様に正義と公平の何がわかる。私の行いはお前たちの掟に背いていない。これは公平な行いなのではないか。お前の善良に感謝するよ。あの時蛇の血にまみれながらお前はよく耐えた。神国で神の使いを操り、お前に私の神格に触れさせた。それでようやくお前の意識に入り込み体を乗っ取ることができたのだ。とはいえ驚いたぞ。まさか正義を貫いていたお前の罪は私の罪よりも重いとは。言ったはずだ。俺は罪人しか殺めない。極限状態の雨の幅切りを止めた。これは俺の剣だ。面白い。だがいつまで耐えられるかな。私を殺す気か。忘れるな。これはお前の体だ。ああ、確かに俺の体だ。だが、貴様の魂が光に当たることはない。イカたちの力でこの身が滅びても構わない。お前は本当に爪が甘い。どんな気持ちだ。己の気づいた高天ヶ原が目の前で破壊されて、
邪神、そなたは私の掟を否定しながら身勝手な掟を作ろうとしています。そなたはいつか自らの掟によって罰を受けましょう。掟？掟を作るなど誰が言った？アマテラス、私が築く新しい世界には掟などいらない。あるのは神の意志、すなわち私の意志だけだ。世界から反逆や反乱はなくなる。神になりたいのなら、力が欲しいのなら、私を倒してその力を自分のものにすればいい。私はそれを良しとしよう。アマテラス、太陽を司る至高の女神よ、間もなく訪れる新しい世界のためにどうか落ちてくれ。邪神、そなたは見誤りました。私は至高の神になりたいとは一度も思いませんでした。悪を捨てることもできませんでした。身を守るのではなく力を分散させる。邪神、私はこの世界を守ります。たとえ幾重の苦難に苛まれようと、私は崩壊しかけた高天ヶ原を維持し、すべての命を生かし続けます。ここで宣言しましょう。邪神は千年間封印され、自由を奪われるのです。アマテラスめ、己を犠牲にするつもりだったか。そしてスサノオも本当にしつこいやつだ。アマテラスより何度でも蘇る太陽にふさわしいじゃないか。しかし、太陽の光に照らされていてもお前が処刑者だということに変わりはない。夜になればお前は悪に蝕まれ、真の悪人になり果てるだろう。世界の因果は公平だ。貴様みたいな罪人を許さない。そして俺のことも決して。それでも俺は正義のために処刑し続ける。なぜだ、なぜそこまでする？決まっている。神がこの世界を愛しているからだ。処刑者よ、お前は本当に面白い。お前の神格は私に汚された。その剣で私を殺せると思うか？罪の洗礼を受けて私の力を受け入れるがいい。重い罪を背負ったお前に私を処する資格はない。そんなことはどうでもいい。狭間に落ちて闇の中で不死不滅を楽しむ。スサノオ、封印はいずれ解かれる。その時私はこの世界に真の終焉を与える。その日が来たら貴様に本当の宿命を見せてやる。まさかお前そういうことか。スサノオ、お前はいつも私を楽しませてくれる。待っているぞ。
審判は終わり、世界は邪神に汚されました。高天ヶ原と万物の命のために、私は真の太陽を作り、世界を照らしましょう。これより私は闇と共に千年の時を過ごします。世界には夜が訪れますが、恐れることはありません。必ず夜は明け、再び太陽が昇るでしょう。あの日、斬新城で一体何が起きた？あそこにいた神々が全員ほとんどいなくなったと聞いたが。つくよみ様、スサビ様、どうか教えてください。神々は戸惑っている。どう伝えればいいだろうか。審判の真相が公になったら反乱が起きるに違いない。皆の考えが同じならば話は早い。どうかご安心を。審判の真相が知られることはない。先生、ここで皆に邪神の審判の真相をお伝えします。スサノオは神国にて閉じ込められていた邪神と結託し、斬新城で反乱を起こしました。彼は同族を殺し、アマテラス様に重傷を負わせたのです。あのスサノオ様が？ありえない。スサノオ様がこんなことをされるはずが。スサノオは高天ヶ原の裏切り者です。スサノオと邪神が計り事を巡らせる様子を見ました。二人は審判の時に反乱を起こすと決めたのでしょう。しかしアマテラス様を傷つけた後に二人は仲違いし共倒れしたのです。スサノオは罪の裁きを恐れ逃げたのです。処刑者の裏切りによって太陽を司る女神は沈んでしまったのです。